ノランケバスの、ランケバスの、ランケバスは、石川県和島市で運行されている、コミュニティバス。和島市が、北鉄奥の都バスに運行を委託している。2001年4月1日に運行を開始した、市内循環型のコミュニティバスで、旧和島駅を発着点としている。バスの名称となっている、ノランケには、方言である、のと弁の、乗っていかない、という意味が込められている。 ノランケバスを運用開始した背景には、主に市街地の活性化や、交通弱者である高齢者の外出機会の増加を目的としており、観光客や高齢者に利用しやすい運賃、時間帯が設定されている。停留所には、和島塗りのイラストが採用されている。運賃は100円均一で、現在循環コースが4コース設定されている。また、2002年からは、 和島市の白剣団地と私立和島病院を1日1往復する白県コースも運行されている。主要停留所を記載。運行本数は1日7本。平日、休日とも同一ダイヤで運行されている。運行本数は平日の1日1往復のみ。日曜、祝日、並びに12月29日から1月3日までは運休となる。急車両。 北鉄奥のトバス所属の日のリエッセが2台運用されていたが、2017年4月1日のダイヤ改正の際にトヨタハイエースに更新。里山、里海がデザインされた車両2台が運行されている。また、海、クジラ漁、コース及び等、漆閣コースは交互に運行する形を採用している。生活交通確保のための先駆的取り組み、活用家事例集。 石川県輪島市観光施設を盛り込んだ運行ルート、関東運輸局、ノランケバス時刻表。輪島市企画振興部企画課。2020年6月14日閲覧。ありがとうございます。